はい、つみこうたろうでございます。えっ、ー、と、本日でですね、えっ、ー、と、無事、無事というか、やっとこさというか、皆様のご協力あって、あの、登録者数っていうのが400人を超えることができました。えー、つみこうたろうでございます。えー、お送りするのはこちら。えっ、ー、と、移動式自由自代録画スタジオビッグ番号からで、はい。まあ、なんとも、一山超えたって感じの、 感じだね、本当に。3月の5日だったかなに、小林明さんっていう方が登録されて、で、それから、だから、二月弱かなうん。一月半ちょっとかかったのかな結局。うん。100人増えるっていうのに。最初350までは水ス水イスイだったんですよ。で、水水だったんだけども、370あたりで一んブレーキがかかっちゃって、 あれれとかって思って。で、いろんな試行錯誤をしてたんだけども、回答が出ずとかっていうところだったんですよ。うん。正直言うと。で、じゃあっていうんで、まあ、今回、プレゼント企画っていうのを出させていただいて、で、オゲレティな、あの、景品を出させてもらうと。うん。いうことをさせてもらいました。 えーとですね。で、読み上げます。あのー、キリ番400番の、えー、っと、405番の方、ギリギリ合格の人は、えー、っと、木下明さんです。はい。木下さんでいいのかなあのー、読み方は。木下さん。まあ、どっちか、木下さんだと思うんだけども、木下明さん、ゲットだぜってか、あの、笑うとかっていうのが書いてあったんで、あ、見てくれてる方なんだなと思いました。はい。 で、えっ、ー、と、今ですね、えっ、ー、と、返答が、えっ、ー、と、なんていうのかな、取れてですね、えっ、ー、と、私からちょっと連絡ができない方っていうのも、ちょっとシステム上あるみたいで、ひろ、ひろのりいしさん、えっ、ー、と、りうたさん、木下明さん、 はですね、えっ、ー、と、私のこの画面の下のところのお便りコーナーにですね、えっ、ー、と、コメントを一つ、あの、返答可能な形でというか、あの、あ、そうだそうだ、えっ、ー、と、説明欄に、あのー、私の E メールアドレスを貼っときますんで、で、そこにですね、E メールで、えっ、ー、と、住所とお名前とお電話番号いるかな、発送するのに。いらない、いらないよね。えっ、ー、と、住所とお名前を、うん、 あの、書いて、で、だって、りうたさんとかって書いたら絶対配演奏されてくると思うんで、あのー、お便りコーナーじゃないや、えっと、下の説明欄のところから、ピョンって E メールを飛ばしてもらえたらと思います。はい。で、あとですね、えっ、ー、と、ご連絡が取れてない方っていうのが、えっ、ー、と、1、2、3、4、5、えっ、ー、と、5名、えっ、ー、と、どなたかがですね、えっ、ー、と、その、 キャンペーンに参加していただいたのかっていうのがちょっと不明な方もいらっしゃるので、1、2、3、4、5名の方は私だよっていうので、えっと、またこれも E メールアドレスのところから送ってきてください。で、基本的にあの、なんていうかな、じゃあ個人情報ボロボロ出しまくりじゃんとかっていう話になるわけですよ、こういうのって。私のね。だけども、なんていう、基本的にこう、性善説をとってるっていうか、まあ、 ね悪いようには使わないだろうなっていう、そういうことで皆様を信じているから、まあこういうことができるわけであるわけですよ。はい。なので、えっ、ー、と、まあ夜中の3時とかにですね、寝てるとかっていうメールは絶対してこないようにしてください。はい。寝てますから、そういう時間は。<laughs> で、えっ、ー、と、まあそんなところかな、本当に皆様に 400何年何名の方今いらっしゃるんだけどもまあだいたい400としようよ400の方に対してはお礼申し上げますっていうでこれからもよろしくお願いします改めまして申し上げますというところでしょうかはいうーんあとはですね そう。ビッグバン式計算式っていうのが、まあ以前あったんだけども、爆弾はバイアって見てくださればいいです。あの、LGBT っていう方が全国に日本だけでね、計算するとざっくりで65万人いらっしゃるっていうことを結論付けてるわけですよ。その強引な計算式で。なので、65万人分の400っていう通過点を超えたっていう、そういうイメージであらなければ常にチャレンジャーでないと私っていうのは うん。ね。よりエロで、よりオゲレッティーな、そんな番組をお送りしようと思っております。うん。なので、えっ、ー、と、皆様からでもですね、えー、よりエロで、オゲレッティーな和賀きをですね、お待ちしておりますので、はい。<laughs> そこんところ頼みますよ。視聴者参加型番組なんですから、はい。<laughs> なので、えー、皆さんからのお便りコーナーの充実、さらに、えー、祈ってくれることだろうなと期待して、勝手に期待してます。はい。 えー、そんなところかなまあ、言い漏らしたことはあるかなうーん。なんかあったらまた言います。はい。とりもあえず、今のところはそんな感じ。うん。皆様ありがとうございますっていうことが言いたかったので、この動画を撮りました。では次の放送でお会いしましょう。うん。ではでは、シャバドゥビアバ、シャバドビア、今からね、えー、っと、腕立て伏せ実験やって、ほんで、その次にダイソーに行って、あの、半紙と牧獣を買うから。 はい。では、シャバダド,ドビアマシャバダビア、ダバダバダー。